マコ1999年6月パリ航空省で展示されたモックアップ。マコはイーズが開発を行った軽戦闘機練習機。機体は完成することなく開発計画は中止されたと考えられている。練習機型は高出力高等練習機の当時後に由来するヒートと合わせてマコヒートとも呼ばれる。マコはマオリ語に由来しサメを意味する。 1994年より、ダイムラーエアロスペースでは、練習機開発計画 AT-2000 を進行させていた。AT-2000 は、1997年に、コンセプト設計を完了した。当時の計画では、エンジンは、ユーロジェット EJ200 単発、パートナーとして、南アフリカのデネルエアロスペースシステムズ、大韓民国の現代宇宙航空が検討されていた。 1998年には、マコ計画として、ソウルで現代宇宙航空との共同開発計画に、調印、2003年に試作機を完成させ2005年より、生産に入る計画が公表された。1999年11月には、ドバイアショーにて、アラブ首長国連邦とのパートナーシップを結び、開発が進行した。2000年、ダイムラー・クライスラー・エアロスペースがイーズとして、 合併された後も開発は継続された。効果につくことが予想された次世代機と旧式化する現用機に対して、廉価で技術的な世代ギャップをカバーできる軽戦闘機兼練習機は、2025年までに2500機の需要が存在するとイーズは見込んでいた。2001年6月、パリ航空省にて了解覚書を作成、11月には、 アラブ首長国連邦からの財政支援も行われることになった。しかし2002年にはアラブ首長国連邦との了解を覚書き更新を得られず、ローンチカスタマーを失うこととなった。開発は続行され、12月にはゼネラルエレクトリックとの間にゼネラルエレクトリック艦414の搭載へ向けて協議が行われていることが公表された。 2003年には、軽戦闘機型の LCA に対して、練習機型にヒートの表記が用いられるようになった。だが、開発は順調には進まず、イーズからのプレスリリースは2005年のものが最後となった。先進ヨーロッパジェット操縦士訓練計画の候補に位置づけられたものの、機体構造の問題を指摘された辛くし、制約が得られない状況が続いた。 その後も2007年の段階では、イーズの要する高等練習機として考えられていた。2009年2月25日、アラブ首長国連邦は M-346 の採用を発表、同年には開発が断念されたとみなされるようになった。2001年6月、パリ航空省において、以下の企業がマコの開発をサポートするために、 イーズと UAE との間で覚書を締結した。機体はステルス性に配慮しており、前方部にはチャインとなり、主翼はブレンデッドウィングボディ、インテークには非直角のものが採用された。これにより 44km 先から1平方メートル程度のステルス性を確保した。機体素材はアルミニウムであるが可動式の尾翼と、エアインテークはカーボンファイバー製とされた。 着陸装置はサーブグリペン類似した構造となっており、引き込み式で単輪のものが3基装備されている。飛行制御は X-31 に由来するよいに、上調性を持たせたデジタルフライバイワイヤーを採用。レーダーは、ブルーホーク、RD-400、AN、APG-67 が想定された。アビオニクスシステムは、将来のアップグレードのためモジュラー化された。 その他プローブによる空中給油に対応していた。搭乗者は1名、または2名。ユーロファイタータイフーンのものに類似したレイアウトや機器を備えるグラスコックピットには3機の多機能ディスプレイを備え、ホータスを備えていた。またヘルメットにヘッドマウントディスプレイを搭載、これにより仮想訓練にも対応した。射出座席は全席をマーチンベーカーエアクラフト、 後席をグッドリッチが担当した。キャノピーは1999年のモックアップでは右に開く構造となっていたが、後に格子人生を確保するため、フロントガラスがワンピース化されて前方にヒンジを設け、スライド式でに開くよう変更された。エンジンは当初の EJ200 に加え、スネクマ M88、ゼネラルエレクトリックカー404、 ゼネラルエレクトリック海414が想定され、2002年7月に M88 が脱落し最終的に同年12月に海414の採用が決定された。このエンジンは二重のファデックを持ち、デュアル点火器と圧縮機内の可変ジオメトリステータ用の上場アクチュエータを備える。GE はエンジンの製造をフィアットアビオ、イタップ、マトゥと 共同で実施することを期待し、組み立てラインはボルボに置かれることが目指されていた。ハードポイントは7箇所、両翼端に空対空ミサイル専用のハードポイントを設け、両翼に2機ずつ、胴体に1機が存在した。加えて、固定装備として、マウザー BK-27 機関砲が搭載可能となっていた。出典初言性能武装、ただし、現代宇宙航空は、 1999年10月1日に韓国航空宇宙産業として再編された。同社は同じく合併元であるサムスン航空産業の KTX-2 を開発した。ありがとうございます。